ホテルに着きました。だいたい5時間ぐらいですかね、新幹線乗り継いで、移動してきました。富山に帰ってくるの結構久々なんですけど、やっぱ懐かしい感じがしますね。富山駅もすごい綺麗になってていいですね。まあ明日富山との試合で富山県で試合ができるっていうのは本当に嬉しいことなんで、何としても勝ちたいですね。僕の親であったり恩師であったり、僕のいたチームの中学校小学校のチームの子たちが応援しに来てくれると思うんで、そういった人らの前でね、やっぱり勝ってるところを見せたいですね。富山今すごい好調で、何連勝もしてたし、すごい堅いチームなんで、何としても点取ってしっかり優勝はゼロで抑えるっていうのを目標に頑張っていきたいと思います。まあ、とりあえずこの後は、まあ、もうちょっとしたらご飯なんで、ご飯食べてゆっくりしていこうと思います。取るんだ。ややこしい。ちょっと待はい、今の時間はだいたい3時ぐらいですね。これから、軽食食べてミーティングして試合会場に向かいます。なんか天気もめっちゃ雨降ってたんですけど、晴れましたね。太陽出てるぐらい晴れてきたんで、まあちょっと湿気とかで蒸し暑くなってないかが心配ですけど、まあ、それでもちょっと考えながら、準備していこうと思います。まあ今日富山ということで、さっきも話したんですけど、やっぱり富山県で地元でね、試合ができるっていうのはすごい嬉しいことだし、少なからずね、僕が富山県出身だってことを知ってくれてる人っていうのはいるのかなと思うので、まあ、そういう人になんかこう頑張ってるなとか、まあ、そういった
ちょっとした感動とか勇気とかを与えられるようなプレーができたらいいなっていうふうに思います。まあ、いつもこの北陸近辺で試合があるときは僕の出身チームの子たち、後輩の子たちが見に来てくれるんで、そういう子たちにねやっぱりね、サッカー選手すげえなって思わしたいんで、なりたいなっていうふうに思ってもらえれば嬉しいし、そういうプレーができたらなっていうふうに思います。まあとにかく今日思いっきり楽しんでやりたいと思います。本当に地元に J リーグチームがあるって幸せなことだと思うんで、精一杯やってこようと思います。行ってきます。ホテルに帰ってきました。結果は 1-2 で、負けました。なんか毎回毎回こんな感じで嫌なんですけど、なかなか勝てないですね。いやー勝ちたかったなーマジで。やっぱり地元ってこともあったし、本当にいっぱいいろんな人が見に来てくれたんで、親とか友人とか後輩とか恩師とか、勝ちたかった。もっともっとね、いいとこ見せて見に来てくれた子供たちが J リーガーになりたいとか思ってくれるようなところを見せたかったんですけど、あんまりいいところは見せれなかったですね。本当に前半いい入り方ができて、前半の終わりに点が取れて、本当にいい形で前半終えることができたんですけど、相手もメンバー変えたり、相手もやり方を変えてきた後半だったんで、本当に相手のサイドチェンジが増えましたし、本当に左右に振られてからのクロスで、失点しましたし、本当にそこでね、結構仕込まれる時間が長くなっちゃったのが、やっぱりきつかったですね。まあ、もちろん相手もね、勝ちたいと思ってやってきてるところなんで、そのやり合いだと思うんですけど、やっぱり相手のやりたいことをね、させちゃうと苦しくなっちゃうんで、そこをどう消すかっていう、もっとそういうところを対処できれば、カウンターで1点狙ったりとか、セットプレーで1点取って、2点目取って逃げ切るっていうことができたのかなって思うんですけど、いやー悔しい。逆転やからね、ちょっと守りに入っちゃった感じはあったかな。どうしても押し込まれて下がっちゃったところはあったかなとは思います。まあこれで3連敗って感じになっちゃったんですけど、本当にもう下向いてる場合じゃないと思うんで、多分サポーターさんも下向いてるところなんて見たくないと思うし、負けてじゃあ次の試合守りに徹するとか、そういうところは全然見たいところじゃないかなと思うので、しっかりとね切り替えて、まあ切り替えてって言っても難しいけど、しっかり切り替えて、次の試合に臨みたいと思います。もうやっていくしかないんでね、やっぱり一試合一試合、まあ、こうやって課題がすごい毎試合出る状態なんで、まあ、成長するチャンスというか、何か変われるチャンスと捉えてやっていくしかないかなと思います。とにかく、次の試合こそ勝てるように、まあ次ホームなんでしっかり勝てるようにやっていきたいと思います。頑張ろう、もう頑張るしかねえ。それから、まあ、これ全然違う話になるんですけど、この皆さんが見ていただいているおこにち YouTube が、チャンネル登録者1000人を超えることができました。登録してくださった方々、本当にありがとうございます。まあ、一つの目標にしてたところではあったので、まあ、そこを達成できて嬉しく思ってます。まあ、本当はね試合勝って、YouTube ライブとかして、まあ、1000人行ったのもありがとうございますってことを皆さんにね伝えたかったんですけど、まあ、この YouTube やってるのも、まあ、チームのことだったり、僕自身のことだったりを、本当にたくさんの方に知ってもらえたら、で、チームのことを応援してもらえたらと思ってやってるので、本当にたくさんの方に届けばいいなと思っています。まあ、引き続き YouTube の方
見てください。よろしくお願いします。まあ明日八戸に帰って皆さんの活力になるような試合ができるようにしっかり準備したいと思います。マジ悔しい。見てくれてありがとうございました。また次も頑張ります。